ちょっとこれ音入ってます？これマイク音入ってます？これ入ってる？あ、なんか OK。ちょっと久々なんでね、ちょっと緊張してるんですけどね。よろしくお願いします。聞こえない？ちょっと待って。大丈夫かな、これ。よろしくお願いします。まあちょっとね、近況報告、と言いますかね、まあちょっと2、3ヶ月くらいね、配信とかね、動画とかやってなかったんで、ちょっと近況報告しますね。結論から言うとね、就職のね、内定をいただきました。まあ結論からね、言いますと、まあ職種というか業種はまあ IT 系だよね。だからまあドワンゴではないけど、まあ IT ですね。いい企業、まあこういう言い方するとね、俺が入ることになったし、ね、会社に失礼だけど、いい企業ではないんじゃないの。まあ、いい、その何をもってね、いい企業っていうか知らんけど、まあ大企業ではないよね。大企業ではないです。派遣プログラマーか。まあ、じゃあちょっと細かい何をするかみたいなのも言うと、派遣プログラマーというか、まあ、俺もよく分かってないんだけど、いわゆるなんかその客先常駐の、なんだ、SE っていうの。正直言うとね、俺よく分からずに就活して入ったから、そう、SES か。そう、SES。そう、SES。もうまあ IT どかたっていうの、こういう言い方ね、適切か分かんないけどですね。面接何聞かれた？まあそれもまあ話すけど、まあ面接何聞かれたというか、その1社しか受けてないのよ。その1社しか受けてないというか、もう就活すごい適当にやって、まあ、どうせ俺もうろくな企業入れないと思ったから、すごい適当にやってたんだよ俺。履歴書も適当に書いて、で面接もすごい適当にやってるの。もう敬語、ほぼ敬語なのか敬語なのか分かんないような、もうなんか「えっす」みたいな「えっす」みたいな感じで、中村俊介みたいなさ「えっす」みたいな感じでね、そんな感じでやったけど俺受かったよ。そんなんで受かるってまともなのは、いや、ていうかさっきも言ったけど、どうせ俺ろくなとこ受からないと思ったから、そもそも最初から受かるようなところしかエントリーしなかったのよ。5社ぐらい適当にエントリーしたのね。ていうかそもそも俺秋卒業なのよ。秋卒業なのよ俺。留年してるから、秋に今年卒業するんだけど、このまま行くと。だから、秋入社できる会社を、まあ、探してて、で、だからもう、秋入社できるところはもうどうでもいいやと思って。どうでもいいやと思ってさ。それで、適当に検索して出てきた会社、5社ぐらいエントリーして、で、その最初に面接があった会社に俺は受かって、もうそのままそこに入ることになった。だからもうそれ以外の4社5社ぐらいもう全部バックれました。一番最初に受けた会社で即内定もらったから、めんどくさくなってやめました。
適当すぎだろ。でも正解だわ。何が正解なの？不正解でしょ。給料どんくらい？じゃあ給料は、じゃあ、初任給出たらね、見せますわ。今言っちゃったらね、あれだから。給料、まあ、自分、そんなもったいぶるような額ではないんだけど、高くないよ。当たり前だけど。お前と同じ職種だけど残業は当たり前だから書く。で、面接の話すると、面接の時に、なんか、うちの会社は残業少ないよみたいなことを言われたんだよ。確かね、俺の記憶が正しければ。すごい緩い会社あったのよ。俺が受かるようなレベルだから、めちゃくちゃ緩い会社あったのよ。もう何回か社員の人とやり取りしてるんだけどさ。後で話すけど、飲み会も一回行ったのよ。なんか、夏のボーナスの飲み会があって、俺まだ入社してないのに、スター君来るかいみたいな。内定出た後ね、ちょっと顔合わせで、社員との顔合わせもないから、スター君来るかいって言われて、行きますよって言って、行ったりして、まあちょっと何回か話したんだけど、すごい緩いところなんだよ。すごい緩いところなんだよ。社員の数も、でも、これはあんま、ちょっと特定されたらね、もしあれだから言わんけど、まあ、とにかく、まあ、ガチガチの、なんつうの、大企業とかではないわけですよ。緩いところなんだよ。で、なんか逆に、うちの会社は残業を、ね、しようものなら怒るよみたいなことを確か言われた気がするんだよ。副社長かなんかに。言われたんだよ。まあ、実態はそんな甘くないかもしれんけど、会社配信のこと知ってるのは、当たり前だけど、これまあいつも言ってるけど、俺のこと知ってる人なんて一人もいないから。ね、それはね、中学生とか高校生とかね、YouTube とかさ見てる中学生とか高校生だったら、まあ、知ってる人は多少いるかもしれないけど、ね、社会出てみてね、外出てみて、一般社会で俺のことを知ってるやつなんていないから、普通に考えて。だから、面接の時とか、飲み会の時とか、もう当然、なんも、一般人捨てあげくんで、通ったから。まあ、そもそも一般人だけど、別に有名人気取りするつもりもないけど。名前検索されなかったんだって。俺さ、本名バレてないもん。わかると思うけど、俺本名バレてないもん。だから俺の本名で検索されたって出てこないよ。中山俊二とか言ってるやつさ、いつまで言ってんのそれ。一番嫌いなコメントなんだけど、それ。全く合ってないんだもん。誰だよ、中山晴二とか言い出したやつ。さ、図星だったら俺バレてるでしょ。さ、本当に中山俊二だか晴二だか知らないけどさ、それだったら俺バレてるでしょ。名前検索されて。面接の時に留年のことを聞か、っていうか まあ、俺、さっきも言ったけど、すごい適当な感じで面接行ったんだよ。髪型もさ、今まあ髪の毛すごいボサボサなんだけど、まあここまでひどくはないにせよ、すげえ髪の毛適当で、なんかネクタイとかもクソ適当で、俺ネクタイの結び方正直ほとんど知らないし、下手くそだから、もうなんか老けね、ここら辺に老けね、スーツのここら辺に老け垂らしながら、なんかすっげえ適当で、革靴もなんか汚れたさ、革靴で、すっごい適当な格好で行ったのよ。いや、俺、正直、これに理由があって、もう、俺、2回大学辞めてて、1年留年で、みたいな感じ、とにかく経歴が終わってるから、どうせもう、ろくな会社入れるんだろうなと。で、だったらね、もうだったらいっそのことを、もうクソみたいな態度で
行って、でクソみたいな履歴書見して、でそんな俺でも雇ってくれるようなとこ、うん、だけに入ろうと思ったの、うん、だから逆になんかね、俺のことああだこだ言ってくれるようなそんな会社こっちから願い下げだと、うん、こんなね、こんなクズでも雇ってくれるようなところしかも最初から狙ってなかったの、ね、だってさ、こんな俺でもさ雇ってくれるようなところだったらさ絶対神じゃん。わかる？わかる？俺の言いたいことわかる？こんな俺でもさ雇ってね採用するようなところで絶対神じゃん。わかる？いや、ブラックとかじゃなくてさ、ブラックとかじゃなくて、一応さ、一応まあこういう言い方したらあれだけど、あ、ちょっとやめとこう、うん、ちょっとやめとこう、ちょっと今我に返って意味わかんないこと言ってるなと思った、うん、ちょっと意味わかんないこと言ってるなって我に返った、違うんだ、 俺が言いたいことはそういうことじゃなくてさ、俺が言いたいことはそういうことじゃないんだよ。要はその面接すごい適当だったのよ俺は。経歴のことは一旦置いといて、経歴のことは一旦置いといて、面接めちゃくちゃ適当にやったのよ俺。よくさ、その大学生とか新卒でさ就活するときってなんかいろいろ考えてるじゃん、志望動機とか学生時代に力入れたこととか、なんだっていろいろ考えていくじゃん、何を話すかみたいな、自分のさ手札を作っていくじゃん。でも俺一切何も手札持たずに行ったのよ、何も持たずに行ったのよ、何も考えずに、うん、台本なし、うん、でなんかそもそもなんでうちの会社を受けたんですかって聞かれた時に、検索したら一番上に出てきたからですって言ったのよ俺、正直に。普通にさ、普通に就活するときにさ、みんな何かしら答えるじゃん。じゃあ、御社の、ね、こういうところが気になってみたいな。御社の、ね、こういうところがね、興味があって、ぜひ私、力になりたいですみたいな。言うんだけど、俺、もう一切何も考えてなかったから、正直に、全部正直に答えてやろうと思って、なんか、秋卒業、秋入社できる会社で検索して一番上に出てきたんで、ここにしましたよって、うん、言ってやったのよ、うん、そうしたらね、結構受けて、みたいな、久本雅美みたいな感じで結構受けてさ、うん、てか説明会の時点でね結構受けてたんだよ。説明会と面接2回ね、2回行ってで受かったんだけど、説明会まあ5月くらいだったかな、そもそも就活始めたの5月 で5月のいつだったか忘れたけど、その会社の説明会あって、でその会社のオフィスに行ったんだけど、説明会俺しかいなかったのよ。まあコロナのあれがあるから俺一人だけなんか個別でやってたのかもしれないけど、説明会行ったら俺しかいなかったんだよ。うん、でまあ受けてさ、その時にまあ、ちょっと面接まだその時しないんだけど話して、うん、なんか僕留年してるんすよみたいなこと言ったら、まあ、何やってんだおめえみたいな、社長と副社長がいてさ、社長と副社長と俺のね3人でなんか説明会みたいなやったのよ、何やってんだおめえみたいな言われて、そこでなんかちょっと気に入られてさ、うん、でその後まあもしよかったらこの後一次選考受けていくかみたいな、うん、一次選考筆記試験と適性検査で、それと通過したら面接だったんだけど、じゃあやっていきますわっつって、うん、それなんか計算問題とか漢字とか、あとなんかプログラミングのさ問題、プログラミングなんて俺ほぼわかんないから、まあそこはなんか採点免除してくれるらしいけど、俺がプログラミング未経験ってのを言ってたから、そこは別に分かんなくてもいいよって言われてたけど、それやって、うん、でその一次選考通って、
で面接行って、うん、で面接でね、うん、暴れてやったよ、うん、そう。なんで入れたんだよ。いや、あのね、まあ俺就活まともにやってないし、一社しか受けてない俺が言うのもなんだけど、結局ね、就活とか、うん、面接なんて人と人とのコミュニケーションだから、うん、ロボットとさ会話してるわけじゃねえんだからね。社会人とかさ、会社ってさ、結局はさね、その人と一緒に働きたいかどうかっていうのが一番大事じゃん。どんなにさ頭いいとか学歴があるとかでもさ、なんかこいつと一緒に働いてみたくねえなって思われたらダメじゃん。だから俺はもう面接の時点で、説明会の時点で、俺はね、フランクな人間ですよ、お調子者でね、とっつきやすいね、うん、人気者ですよみたいな感じのオーラで言ったらよかったよね、うん、そう。いや、コミュ力じゃないんだよ、俺コミュ力は低いんだよ、コミュ力は死ぬほど低い、うん、けどあのコミュ力じゃないんだよな、なんて言えばいいのかな、愛され力なんだよ、うん、わかるかな、俺にその喋れなくてもさ、なんかこいついいなみたいなやついるじゃん、うん、そこなんだよ、うん、そう。だって俺人生で初めて言われたかもしれないよ、君チャラいねって初めて言われたかもしれない。俺今まで生きてきてさ、何を勘違いしたのか知らないけどさ、社長にね、このチャラさが好きなんだよって、飲み会行った時に、ね、泣いて出たと飲み会行った時に、あの10月に、ね、社員旅行があるんだって。10月に社員旅行があって、まあ、俺が入社してもうすぐだよ、入社してすぐに社員旅行があるけど、スタゲ君来るかみたいな、全然知り合い知ってる社員いないだろうけど来るかみたいな、で即答で行きますよって言ったら、おこのチャラさがいいんだよみたいな言われたんで、うん、生まれて初めて言われたの俺今時社員旅行って何、おかしいの、コロナだからってこと、うん、そう。お前本当リア充になったら、別にリア充ではないんだけどさ、なんか一周回って俺がふざけすぎて、もうほんとコミュ障で、別にリア充でもなんでもないけど、適当にやりすぎてこいつはなんかチャラいやつなんじゃないかっていうのを、うん、思われた、うん、そう。ブラックじゃねえよ、ブラックじゃないだろ、まあ、ブラックが何なのかよくわかんないけどさ、プログラミング挫折したの大丈夫か、入社して3ヶ月の間、3ヶ月くらいは研修なんだけど、その3ヶ月の間にプログラミングをね、叩き込まれるらしい。今このご時世だからさ、テレワークなんだけど、ほとんど多分テレワークなんだけど、3ヶ月の間にね、みっちり叩き込まれると思うから、うん、そう、大丈夫でしょ。彼女とは、ああ、いやだから、そういう話もしたんだよ。そもそもね、面接で、今彼女と住んでますよ、みたいなことも言ったんで。そしたら、それも受けてね、おおみたいな。マジかー、みたいな。いいねー、みたいな。いいねー、みたいな。そういうのもね、言って、そういうのでね、心を掴んでった。彼女の家にいるんですよみたいな。そう。ああ、お前転がり込んでんのかみたいな。何やってんだおめえみたいな感じで。慣れ合うつもりないならあいつだと分かる。僕は、ね、慣れ合いとかじゃなくて、純粋に愛してるから付き合ってるから。
慣れ合いとかそんなね、低レベルなことじゃなくて、愛してるんだよ、ほら。一人の女を。まあ、この際だから言うけど、バンバンね、のろけツイートね、していくから、これから。ツイッターとかで、写真とかね、二人であげたりとか、まあ、バンバンしとくから、そういうの耐性ない人は、フォロー解除しといた方がいいよ。あらかじめ言っとくから。よろしく。俺は、なんつうの、飾らないから、もうこれからは別に、なんか、ぼっちとかさ、なんか そういうので、まあ、動画でも言ったと思うけど、そういうのでやっていくつもりはないから、だから、そういうのちょっと嫌だな、そういう下着は見たくないなみたいな人は、ちょっとフォロー解除してた方がいい。スエタム、結婚は考えてるの？まあ、乞うご期待ですよ。ちょっと久々すぎてさ、まあ、基本的に俺、話すのクソ下手くそだけどさ、全然なんか、俺が話したいことを話せなかった気がする。YouTube やめないよ。全然 YouTube にね、バンバンね、上げていくよ、また。